めっちゃかっこよくない？やばいっしょこれ。うわ、つかないんですよねディスク。諦めませんよ。ほいやでか。はいどうもミニオンジです。本日なんですけども、中国生まれの化け物エンジン 212cc のエンジンをホンダモンキー Z50J の本物バイクに乗せて新東名高速の120キロを目指したらどうなっちゃうの大苦戦フロントフォーク編をお送りいたします。またこの動画は前回の続きです。動画の説明欄に再生リストがございますので、見てない方がいらっしゃいましたらぜひ見てくださいね。前回の動画ではオジの素人っぷりを全国の皆様に見ていただきました。全く装着できないパーツたちに悪戦苦闘するオジ。しかし新しく手に入れた極秘パーツで一発解決ピンポーン。この動画はバイク好きな方もそうじゃない方も楽しめるよう心がけ制作しております。それではどうぞご覧ください。ブルー、ドベシでかっ。これを開封していきましょう。いやびっくりするぜこれ、まあ無駄が多いね。どうしようって感じ。いや今日もいろいろチャレンジしたんですけどね、やめましたねまあいろいろね買ったんですよ。本当はこのフロントフォークの方もやりたかったんですよ。本当にすいません俺、自分にすいません俺。でも危ねえなと思って買っといたんですね。リアも買わないといけないしね。出してゆく。今サムネ撮ったんですね。お、サムネじゃないみたいなね撮りましたよ。ほとんどこれしか入ってないあーどれやってねー、フロントホークこれでねもうディスクも全部ね悩みもせず悩み無用でくっつくんですよ。これつければね何の問題もないんですよ。俺に任せておいてください。これつけますから、これもとっかえてもうとっかえちゃうから。はい、もうじゃあくっつけちゃおうかな何のためにつけたのか。じゃあ取りますフロントフォーク。コメントいただきました。ぶつかるんじゃないかと思ってね。でも多分変えてもフロントフォークはぶつかるんです。でもフロントフォークをまずつけてからじゃないとエンジンとどれぐらい干渉するから、今後エンジン対策をどうしたらいいかっていうのが決まるわけですね。よし入ってた。あよいしょ。あガゴ。いやもうあのホイールは全然はまんなかったな。もう予想外中の予想外。もうねまずホイールはめて、いやなんだ全然ダメじゃんフロントフォークもなんて、ね、そんなオチになりながらやっていくのかと俺は思ってましたよねもう一発解決ボタンを押したみたいな感じだったよまあいいでしょう、つけばいいでしょう。これ多分移動するのマジ大変になるな、きっとつけたらね。だから移動をまずしましょう。ハングオン恥ずかしいではつけていきたいと思います。まあ、タオル引いてね。最近こういうの大人になったでしょ。全部セットになってるとかすごいなまあバラシッカーこれを取って、これは多分今スペック表みたいに出てると思いますね。そんな感じですねなるほどね。あ待ってグリースルルルルルじゃん。でで、はい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 、で、OK したらば、また嫌だけどグリースヌルヌルしてだな。これにヌルヌルヌルして、暗くなってきたな。で、これをぶっ込むと、これをシュッと入れて、なんとなく錆止めを塗っといて、で入れるぞ。ででんででんでで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 で重い重い重い。これをうわっあああああああちょっとちょっとこう、はいこれ間違えたねこれは違うね、こうだね、こうなのかね。ほんとそうなのこれ、なんか作り的に、まあいいか。でこう、おい行けよ行けってばよは。で意外ね、意外だよこれ OK でこうこうででーん、ハマったじゃん。でででん、なんか硬いね。よしこんなもんだろ、もうちょっといく、わかんないのこれ終わりが。でこれを
え、入らんけど、どういうことなんだ、え、わかんないんだけど、ちょっとわけわかめっすね、もっと下に行かなきゃいけないのになんか入らなそうなんだよね、これ以上。一旦外す、多分だけどね、全部は多分です、すべては多分の名のもとに、これレースが必要な場合と必要じゃない場合があると思う、多分必要じゃないな、これいくぞ、今度こそ、多分こうだわ、でね、ぴったり、なんだよもうカラーごとついてきたのか、これ中のも取って入れ、これ入れ替えても、あ、なるほどな、優しいわお前、理解していく、あーしまった、うわするするよし、オッケー、弾入る、今度こそ入ったよ、やった結局またフロントオーク取るんだけどな完成、うえ、めっちゃかっこよくない、やばいっしょこれ、ごついし、待って、しかも当たんないんじゃないこれタイヤ、あ、なんかギリ当たんなそうな気がするぞこれ、当たるかサス沈んだら当たるな、組めなかないけどみたいな感じだな、あ、ちょっとこれは砂肝さんのリアクションを見てみましょう、フロントフォーク新しいのが来ましたんで、もうすっ飛ばしました、もうタイヤができない、何もできないんでいろんな過程は、これがタイヤの正確な位置ですね、当たりますよね、ブレーキした瞬間にエンジンとクラッシュしそうない距離感なんですけど100ブレーキ踏んだ瞬間タイヤでぶつかって俺真上に飛ぶでしょ、当たるかどうかそうなんだよね、だから一回組み立てなきゃダメなんだよね組み立ててから何センチぐらいだなみたいな、ああ俺ダメだなとかね、そうそう、そういうの見なきゃいけないってことでしょ、いける、実はいけんじゃんってのがあるかもしれないね、さすがガチガチですよね、沈まないようにじゃあちょっとこれつけるんで砂山さん手伝ってもらっていいですか、え、いやそういう話でしょハングオン恥ずかしいじゃあいくわよ、取るわよ、まずはこれを取ると、あ、寝た寝た、グリスが全然濡れてない、なんだ、どっから落ちた、こっか、すぐすぐすぐだよ、今すぐじゃない、まだすぐだってちょっと間作ってよ、じゃあ逆にすぐでしょ、早いもんよ、よいしょ、よし、手を動かして、手を、これね、これダメ、これダメ、このパターンダメ、ぶねー、さっき勉強したんだよ、同じパターン、これ入らない、キャリパー一緒に行かねえだろ、ちっちゃすぎて、さてどんどんバラしていきますよ、こうしてこうした状態でタイヤの向きだけは間違いないように、これモンキーじゃなかったらこんなことないですよね、きっとこの狭さにさ、いろんなものを叩き込んでるから、それがいいんだろうね、一回止まって、これは後でもいいかも、じゃあこいつにヌルヌルして、ルル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 、こいつも塗っていくぜ、あ、先かなこれ、ちょこっちを先にしたいかもしれない、いくよ、じゃあはい、いかもいかも、もうちょっと、よしよしよし、よいしょ、よし、オッケー、ちょっと待って、これは当たらないんじゃない、ただこう沈むからね、まあ何にせよこっち来ちゃうからね、じゃあこの角度で当たんなきゃいいと思うんだよね、俺このエンジンのこの腹の角度、これで当たんなければいいと思うんだよね、そしたら美しいじゃん、心配無用、多分これでもいいんじゃないかって気もする、俺もで、まああと大問題はこれよね、ど真ん中じゃない、かというとこれ田中翔海さんなんですよね、田中翔海、うん、で、もっといいやつも実は注文してあるんだけど、なんか却下されたっぽいのよ、ウェアバイクに
だから田中紹介さんに連絡して買ったんだけど真ん中来ないんだけど、どうすればいいんだって言えばいいんだろうけど、動画撮りたいのよ。もう次何やると思う？次え、切る、ぶっ飛びます。切らないでくださいって書いてあったよ。そうなんだけど、貴重なんで切らないで。いや、そうなんだけど、誠に申し訳ないんですけど、フレームが本物じゃないといけないっていうことで、もうこれを中国産しちゃったらもう全部中国産なんですよね、これね。ハングオン。恥ずかしい。腰上を外せばいいんだ。腰上外して、とあのシースルーする。走らねえ走らねえ。成仏してくだせ。で、世の中がなんかあの3センチぐらいロングのやつはね売ってるっつうんだけど、ミニモトのやつなんみたいなんですよね。でミニモトのやつは3センチのやつは売り切れなんですよ。3センチってレベルじゃない、まあ、3センチレベルじゃないまずあのさっきこち亀の話したじゃん、佐野さんと、はい、あのなんかこう工場見学をする男の気持ちとかさ、メカメカしい良さとかさ、最近そういうの漫画とかでやってないよなっつって、だから最近の若い人たち分かんないのかなってみんな言うじゃないですか、それマウント、メカメカマウント。だからこれもしかするとなんだけど、本当に3センチでいけるのかもしれないよね。ああ、その違うフレーム3センチで売ってるやつの、そうそうそう、だって、まあ、確かにいけそうな気がする、いけそうな気がするんだよね。いや無理かな、無理かな、だけど3センチでいけそうな気がする。ああ、でもね、この木がね、4センチ以上なんだけど、幅が4センチあるわけなんですけどね、これがもっと隠れちゃってる、体の上に。ってことは、5センチぐらい、あればまあ十分、長くすれば十分かなと。やっぱり5センチなんだな。いや、このフロントフォークの形にもよるじゃん。だから先につけたのよ。意外とだってさ、最初のフロントフォークより全然いけそうだもんね。そうっすね。要は、ここまで沈み込むとしたら、ここの沈み込みがここに来るとぴったりなんだよね。だからこれがバキバキバキーンと飛んでくるね。